はい、皆さんこんばんは。デッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回ね、シーズンが終わりまして、ランクリセットがかかったんですね。で、もうどういうランクの人が来ているのかわからないという、そういうカオスな、状態をちょっと楽しもうかなと思います。でもキラーがね、ランク1だった人が来てももうおかしくないって、うわ、メメント使った。メメ盛り使うってことはね、アイテムが余ってるってことなんですね。つまり、結構ランクの高い人なんじゃないかなと。思います。ちょっと面白いパートになるんじゃないかなと思っております。頑張っていきたいと思います。さあ始まりました。おお、懐中電灯が無駄に終わった。俺の懐中電灯がもう終わりました。持ち込んだんですけれども、変な持ち方してるでしょう。これアイテムバグです。もう持ってないことになってます。トラップか、レースかな、レースっぽいですよ。レースだったらなおさらこれライト結構重要なんですよ。レースっぽいですよこれ。マイケルはこの時点でないですね。レースですね。やっぱり切られたか。ここは近くにいたあるか。まあまあか。さあ、メメント使わないんですね。どうするんでしょうか。結構なやり手のな、あのレースです。早いな。2人でつけてた？もしかして。ここは2階建てのところかな？レースか。鐘の音ちょっと聞きたいと思います。何回鳴るかで大体わかるんですけど、鐘の音が鳴ってないんで、まだ透明化してないってことか。どうなんでしょうか。助けに行った方がいいんですけど、これこういう時ライトなんですよね。ここをとりあえずつけ切ってしまいたいです。鐘の音が鳴ってないんですよね。でここをとりあえずつけます。つけた後救出に向かいます。あ、こっち走ってきたな、あの人。あ、もう行くか。行きましょう。もうもう言ってられないわ。一人あの人あれなんでね、見殺し屋なんで、俺が助けに行かないともう誰も助けに行かないことになってしまいますんで、好きに行こう。吊るすな。あれも吊るすか。うわ、諦めた。この諦め痛すぎるでしょ。これはダメだ。今諦めたのはダメだわ。助けられたのにな。アイテムないか。キャンプする気か。キャンプする気ですねこれ。これちょっと助けられそうにない。で、あの人を助けに来ないでしょ。一人で助けられるレベルじゃないですね、これは。ダメだ、あれはちょっと無理です。ガチキャンパーじゃないですか。レースこっち来るかな、今のライトで。今のライトというか、発電で。これ助けないとかなり苦しいですよ。キンドレッドの。レベルも低いしな。これで確かめます。いるか。いるな。キャンプしますねこれ。思いっきり来ないのか。これダメだ。こいつはダメだ。こいつはダメです。助けられません。ああいうちょっとわけのわからないレースはちょっと助けられない。ここ絶対来るんで離れます。 100% 来るんで離れます。ちょっとダメですねあれ。乗ってこないじゃないか。助けようがないぜあれ。
こっち直しましょう。多分この辺にいますよ。なんでここをちょっと直しきります。俺もライトがいかれてるか。くー、痛すぎる。来てるね。下降りますよ。降りてきても透明化してるんで逃げれますよ。蹴り入れた。降りてきそうだな、これ。来たな。結構入念なレースですね。板が、あったあったあった。ここでちょっと時間稼いでやりますか。俺が多分時間稼がないと。大丈夫です。ストライクがあります。ストライクで逃げます。何？何？ちょっと下手すぎるでしょ今の。ありえないわ。助かった、ありがとう。ここだ、もう一度。です。ここも壊すな。ちょっと次の板いきます。逃げていく。スプバの回復がない。こん中入るか。危ない危ない危ない。ここで治療します。向こうはけてったでしょ多分。 OK ですね。いや、ストライク、12時のストライクミスるとは思わなかったな。でもあの人に助けられました。これ多分メメントモリ持ち込んでたじゃないですか。あれ多分最後の一人にしか使えないメメントモリだと思いますね。何？なんでこんなとこいんのよ。なんでこんなとこいんのよ。なんであんなとこいんの本当に。ここ回るしかないが。ここで時間稼ぎましょう。多分登ってくると思います。多分登ってくると思います。来た。こういう時バランスがあると便利なんですけど。何？そうか、戻ったのか。離れるか。ここ来てる。追いかけて来てるか。ちょっと離れます。やばすぎる。やるな。ここ戻ったね。ちょっと走行きます。消えたってことは見失ったんですね。角行こう。角、このもうどう考えても発電が終わってるところ。もうナースコールつけてたらもうしょうがないですけどね。ここだ。ここが安全だ案外。ありがとう。めっちゃ頑張ってくれてんな。もう結構時間稼いでますからね。もう結構数分粘ってますよ。あの人には感謝ですね。もうどこにいるか分かんないな、このレース。ある程度発電機の方に向かっていくかなと思ったんですけど、全く発電機の方に向かっていかないんですよね。
あと発電機残ってる箇所といえばもうどこがついてとかっても全くわからんぜ。チースに夢中になってましたからね。いる。ここだ。ここは板がもうない。ここ板ないな。ここ見つかったら終わるな。あ、発電機あるんですね、一応。あれじゃあつけに行きますか。あの発電機結構やばい位置にあるが。うわ、いるな。わかった。これ多分わかりました。発電機の目の前で張ってる。透明化して。行こうか。慣れていったんでここの発電機をつけましょう。若干動いてるっちゃ動いてるが、もうしょうがない。ここつけるしかない。ここは正直板が近くにないんで相当まずいです。あの人が小屋を利用して時間稼いでくれてるので、ここつけきろう。絶対スキルチェックミスはできないですね。残り1個なんで、スキルチェックミスすれば絶対こっちに、変えていきますよ、ターゲットを。板がもうほとんどこのフィールドないんで、小屋だな。とりあえずレースに見つかった小屋。待て、向こうカラス飛んだぞ。オッケー、俺が小屋に行こう。俺ならまだ一発食らえるんで。オッケーです。この間あの子回復できるでしょ。もう超えますか。まずい、ミスった。ミスった。追いつかれる。これは一発切られる。これは切られる。オッケー、ナイス。いた、いた、いた、ないか、いた。もう板ないな。ノーワンだったら終わる。あぶね。正直ゲートの位置は確認できていない。ここまで板あること願おう。あったあったあった。ふう、これはきつい。もう板がない。おー、スプバ来た。ここスプバ来た。このタイミングでスプバ。板ないか、ここ。これはやられんな。ゲートこっちなんですけど、もうこれ多分逃げ切れないですね。じゃあ開いてんのか。危ない。オッケーです。はあ、逃げ切りました。はあ、いや、カオスすぎたな。ちょっとランクリセット後ちょっとカオスすぎましたね。とりあえず GG と打ってきますか。はい、なかなかの死闘だったんですけれども、うわー、そうか、この最初にやられた2人がランクリセットのあれですね。僕ランク9だったんですよ。9が17になったんで、この人はどうだったかな、15以下とかだったと思います。それでシーズンリセットしてたと思うんで、うん、だから結構きつかったですね、今の。はい、ということで、なんとか逃げ切ることができました。なかなかいい戦いができたんじゃないかなと思います。ということでお疲れ様でした。また次回もね、キラー側になるか生存者側になるか頑張っていけたらなと思います。ありがとうございました。